オカルトラジオ空っぽレイディオあのね、うん、俺はこれ初めて聞いた時にね虫図が走ったんですよだけどあの第1回放送あったじゃないですか、ね、コメント欄見たらめちゃめちゃ好評だったっす。俺のねイメージはね、はい、スジャータよスジャータスジャータのあの CM のイメージだから言われたらまんまだ今度シュウ君に作ってもらうわ俺の声でいいっすね、うん、いいっすね。シュウさんえでもそれシュウさんいるあのピッチをね、はいはいはい、直してもらってねよりスジャータに近づけてもらうそうあの第1回みんな聞いてくれたかな。ねね、マジで空っぽの、マジで空っぽの、うん、まあでもちょっとコロナについて真剣に話したりとかもして、まあそうですね、うん、もうちょっとありましたけど、うん、こんな感じでやってこうっていうね。そう、うん、あとともくんあのそのおか空っぽレイディオのやつ、うんうん、終わりにも言ってほしいっていう。ああありましたね、ありましたありました。じゃあ終わりにもじゃあ俺的には空っぽレイディオみたいな流れた瞬間にだからそのねでをそう著作権があるからね、そこ行きたいじゃんね本当はねだからユズにまで届くように、はい、そうですね、行こうかな。そうですね、ユズは、うん、じゃあ、 あのオカルトラジオはいろんな人にオカルトを知ってもらいたいっていうコンセプトがあるじゃないですか、うんうん、を楽しんでもらいたい軽くね、うん、っていう、こっちは俺たちの声がユズに届くように空っぽラジオやっていきましょう、はい、ぜひ、はい、あの関係者各員、ね、届けてくださいっていうこっちでも人任せなんですねメンションしてアット、はい、アットユズのツイートをしてやってくれてもいい。アットユズでずっと俺ら出てくるみたいなねあの俺らのサムネとかも考えましょうよ。あそうだね、空っぽラジオのあのユズをかぶったキャラクターとかどうかな俺たち二人で、うん、いいっすねでもそれ本家もやってるんですよね。やってるっすよユズがユズかぶってるやつ。俺らはクズだからクズでいいんじゃないですかクズもいるじゃんでもクズはユズ被ってないでしょ。あ、被ってない。そう、俺らはクズでユズ被るんですからゲスですね全部パクリ本当にであのしかもね、うん、そのコメントであのこっちも作業用で聞きたいので、うん、もっと長くやってくださいみたいな。いくらでもできますよ。いくらでもできる。ただ今日多分あの見たと思うんですけど24ってなってますからね時間のところが24時間になってますからどだけはい、まあでもいいですね、耐久で、そうそう、あのずっと喋り続けるっていう。あやばいね、うん、でもやっぱこういうのってトークテーマいるじゃないですか、うん、いるいる。なんか、俺考えたんですけどこの空っぽラジオで何を喋るかみたいな、うん、まあそれこそ自分たちが話したいこと話すのもいいんですけど、うんうん、トークテーマを募集して、ああじゃあコメント欄に次の次回の、うん、はい、空っぽラジオのトークテーマを書いてもらって、うん、その中から俺らが選んで読むか、うん、オカルトラジオみたいにガチャガチャ形式というか。あそういうことね。でもいちいちあのガチャガチャ出すとあれなんで、うん、まあ、あの手元にみたいな、ね、うん、アプリで待って出て、うん、じゃあそれについて話すみたいな、うんうんうん、あそれいいね、うん、あルーレットアプリあるからさ、はい、あそれに打ち込んで、そうコメントできたやつと俺らが話したいやつと打ち込んで、はい、混ぜて、うん、あいいっすね、それにしよう、うん、でまあ、最初のうちは話せる限り話しましょう。うんうん、そうだね、うん、で、まあ、途中から、うん、あの制限あっても面白いかなと思うんですよ。あ確かに確かに、5分で終わるみたいな、終わるとか、ね、途中なのに、うん、その一つのテーマがね。そうそうそう、分かる分かる、まあ、最初のうちはがっつり全然喋っていいと思うんで、うんうん、じゃあ今日のテーマは、目の前に今お茶があるんですよ。はい、お茶についてちょっと。お茶、うん、あっとね、僕みんなと違うなって思うお茶についての思い出は、うん、僕んちね、お茶エピソードは、はい、うん、お母さんがずっと意識高いんですよ。うん、知ってる。だから俺小学校低学年から水筒の中身はずっとジャスミン茶でした。あ、うん、今もジャスミン飲んでるからね。そうそうそう、俺俺らが小学校の時ってもう二十何年前じゃないですか、うん、その時ジャスミン茶流行ってないでしょ。何にも何にも、うん、その当時からうちのお茶はジャスミン茶で。すごい、はい、俺ジャスミンが苦手じゃんね。あそうなんだ、うん、なんかさ紅茶とさ、はい、なんか薬入ってるこれっていうさなんか別に薬じゃないんだけど全然薬っぽい味みたいなさ。あでも
最近飲めるようになったのよ。はいはいはい、はい、最近っつってもまあここ何年かだけど、それこそジャスミンの香りがってことですよね。そう、なんか中国行って花がさ、ある開くお茶あるじゃん、うんうん、あれ結構ジャスミンだ。ジャスミンあれがすごいうまくて、中国で本家で飲んだ、はいはい、でもなんか日本で飲むジャスミン茶はなんか微妙だったのよ俺の中で。で最近その中国茶、はい、花開くやつ飲んで、あうまと思ってジャスミン、ケイスケのさ、はい、やつ一口もらったりとかして、はいはいはい、あ美味しくてさ、もう飲めるようになったっていう、飲めるようになったっていう。へえ、なんでなんですか、あのなんか、お茶だと思ってコップに入ってるね、うん、飲んだのが、うん、紅茶だったりするとまずってなるじゃないですか。なるなる、それと同じ感覚で、そう、それがジャスミンだった俺は、ね、うん、普通のお茶だと思って飲んだらジャスミンの香りしたから、うん、うわってなって飲まず嫌いみたいな、うん、そっから、うん、多分ね、うん、飲んでそれ入っとると思った、眠らせる気かもしれん殺されるかもしれんみたいなさそんなバカな、そんなバカな、まあ、それはない、うん、それはないそれはないで、なんかあのお茶、紅茶とかも、うん、うちに茶葉があって、うん、なんかダージリンとか、うんうん、アールグレイとかがいろいろ置いてあって、うん、いつもこうなんていうんですか、シュコーってやる、うんうん、筒、ペットボトルの蓋取ったみたいなやつにこう押し込むやつがあって、下に茶葉が入ってて、うん、お湯入れてグーって押すとシャッて色が出るみたいな、うん、それでよく飲んでたんですよ、うん、俺それ小学校で体験してるんで、あーそうかそうか、そうだいぶエレガンスな、エレガンスだね、はい、お金持ちはコーヒーより紅茶を好むんだって。あそうなんだ、うん、それなんでかっていうと、はい、コーヒーってささっと入れるじゃん、まあはい、ちゃんとドリップしてとかだとちょっと時間かかるけど、うんうんうん、それ以上に紅茶の方が時間かかるじゃんね、はあ、だからそんぐらい余裕があるからっていう証で紅茶を飲むらしいよ。あそうなんだ、うん、いやでも俺の場合だから母親の意地ですよね、うん、きっと、うんうんうん、に付き合わされた俺は、うん、普通だと思っちゃってるから、それが。そうだね、うん、だから俺もなんか紅茶こだわろうと思って、マリアージュフレールとかの英国王室御用達のやつとかすげえ飲んでたよ。へ、はい、分からん、俺も全然詳しくないんですよ。ボゴティーでいいもん甘めじゃん、ああ甘くないやつ甘くない、無糖の金のラベルのやつでもそれで言うと俺、うん、ファーストキスの味は、うん、リプトンのピーチティーですよ。へ、その女の子が飲んでた後にキスしたんですよ、うん、そしたらピーチティーの香りが、なんかちょっと甘酸っぱい。そうなんですよ、だから俺ピーチティーを飲むとその子思い出すんですよ。わー何それなんかいいそれ、そのエピソード、はい、でもこれしかも付き合ってなかったんですよ、うん、初キス。あーやばいね、片思いなんです僕の、桃色の片思いなんですこれあやや甘い思い出なんですよ。ここであややぶち込んでくるマジか、最後のキスはタバコのフレーバーがしたっていう宇多田ぶち込んでみたけど、そうですねでもその人と初めてキスした時中学校とかだから、うん、だから、うん、そうタバコのフレーバーの国匂いはしなかったですね。もうまだわからん、ね、まだわかんない。お茶の話終わりです。いいエピソード出たんで。お茶の話終わりです。お茶の話も終わりですか。うん、こんな感じでね。はいはいはい、トークをどんどん。ちょうどね5分ぐらいだったと思う。あそうなんだ、うん。いいペースでやってますね。いいペースで、いいペース。うん、じゃあ次。夢についたもの。何でも広げれるね。はい。何でも広げれますよ。うん、鍵。鍵っすか、はい、僕ね鍵なくしたじゃないですか前はい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 、あれから家の鍵作ってなくて、はい、なんか作るタイミングもなくて、母さんにさとか父さんに鍵貸してとか言えんし、うんうんうん、言えるんだけど別にあなんかね行くタイミングがないっていうか、はい、ないっていうわけじゃないけど、めんどくさい、その合鍵を作るのがそうそうそう、めんどくさいんだろうね。あ絶対そうですよ、うん、あの500円ぐらいで作れるじゃん、うん、しかも1時間もかかんないですよね。あそうなの、多分俺なんかすげえ待たされるイメージだったからさ、だから結構ショッピングモールの入り口にあるじゃないですか、あるあるある、あそこで頼んで、うん、その間に買い物して、うん、帰ってきたらもうできてますよ。で うちさ田舎の方だからさ、うん、鍵かける習慣っていうのがさ あんまりなかったりするの、はいはい、まあかける、うんうん、かけるときは、はい、でも誰か人がいるときとかはね、そうそうそう、俺はさ結構夜中明け方、はい、5時とかぐらいに帰ってくることが多くて、関東の方から、うんうんうん、夜中深夜割り使ってくるから、はい、多くてたまに空いてないんですよ。その時どうするんですか、車
あの違う勝手口の方から行くけど、そっち開いてんだ。そっち開いてるじゃんね。そっち開いてるじゃんね。じゃあ玄関開けとけばいいのに ね、うん、ね、いつもの流れだったらめちゃくちゃ切れそうになるもん、うん、なんで今日に限ってしまっとるだみたいな。でもね、それめちゃくちゃわかるっすよ、うん、僕飲食店で働いてて、夜3時4時とかに帰ってくるじゃないですか、ね、もうヘッドヘッドなんですよ、うん、っていう状態で家帰ってくると自転車で帰るんですけど、うん、そうすると僕自転車を1階のお店に置いてるんですよ、ね、うん、だから僕自転車で帰ってきた時はお店のシャッターを開けて、そこに自転車を入れてからこう1階から上がってくようにしてるんですけど、そこのシャッターの鍵がちょっと壊れてるんですよ。でうまく開く時と開かない時があるんですよ。回るんだけど噛んでなくてまだ閉まったままで、そうするとわざわざ自転車を置いて2階の玄関に行って、玄関からリビング通ってお店まで行って、はい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 、中から開けてガラガラって入れないといけないんですよ。あ、それめんどくさいね。もうめちゃめちゃムカつくんですよね、あの時。わかるわかる。もう俺だったらチャリンコもういいわ。あの駐車場にさ、ケスケの駐車場にあのチャリンコ置くとこあるじゃん。はいはいはい、ありますね。あ、そこにもう置いて行っちゃうかもしれない。うん、まあ、でも高いからね。あの僕めったに切れないから、うん、まあ、イラついたりもほとんどないんですよ。だけど多分自分で気づいてないだけで。うん、溜まってんすよねきっと怒りが。あ、まあ、間違いない間違いない。だから、うん、そういうしょうもないところでいきなりマックスになるんですよ。っていうのもちょっと前もそれで帰ってきた時に開いてなくてガーってなって、うん、冷静だったんですよ今まで、うん、今日もあかんかもなって思ってながらやってるのに、うん、ガチャンってなった途端もうムカつきすぎて、うん、シャッターバコーン殴っちゃったんですよ。そっから手がめちゃくちゃ痛い。そのいやなんかさ、やり場のない痛みもムカつくムカつく、わかるわかる、すげえわかるわ。俺なんで勝手口までは回らんといかんだみたいな感じになるしさ。俺もなんかしかもその勝手口に開けたところに荷物とか置いてあったりするんです、うん、普段使わないから、わ、うんうん、かるわかるダーンみたいな感じになるじゃんね。わかるわ、うん、ああいうなんていうんですか、予期せぬというか、うん、まあ俺の場合はちょっと例外かもしれないですけど、予期せぬハプニングって沸点達しますよね。達する達する。特に俺はさ、なんか普段人がさ 90% ぐらいで沸点になるとしたらさ、はい、俺大体 70% ぐらいじゃん。はい、そうですね。低いですからね。低いですからね、うん、まあ 50% ぐらいかな、うん、だからキャパシティが狭いからさ、はい、もうすぐだよ。でも大人になりましたよね。だいぶね、はい、だって昔って俺トモ君と出会ったばっかの頃、もう沸点も低いし、うん、沸点に達したらすぐこう態度に出るというか、あ、怒ったって分かる。そうそう、し お前ら分かれよっていう感じだったじゃないですか。出すじゃん。最近分かりづらいですもんね、それ。最近は沸点にもあんまり出さんくなった。あ、そうなんだ。なんかね、多分それあれだよ、うつ病の時からだと思う。やれば、いや、考え直せば、はい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 、うん、あ、それでなんか人は人みたいなさ、うんうんうん、あ、その時にさ助けてくれた先輩もおるよもちろん、はい、とか知り合いとかも、まあ、ケイスケもそうじゃん、はいはいはい、俺の場合はちょっと違うかもしれないですけどね。だけど、うん、結局なんか甘えだろうみたいなのすげえ言われたし、あ、うん、思うんで、あ、まあ分かんない人には分かんないなみたいな考えになっちゃって、はい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 、うん、だから結局それイコール人は人みたいなさ、うん、もう区別するようになったというか、そう、なんかなんだろう、まあ助けてくれん人は助けてくれんし、助ける人は助ける、うん、どんな時でも助けるだろうしみたいなのになっちゃったから、はい、なんかそんななんかやられてもあんま怒らんっていうか、あんままあこういう人なんだろうな、ちょっと冷めたというか、あ、そうだね、一歩引いた、うん、確かにな、それだったら沸点が上がってく気がする、あのキャパがね、あ、うん、なんかこう求めちゃってるんですかね、怒りやすい人って。そう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 、わがままなんだよね結局、あ、うん、俺も今思い返すとめちゃくちゃわがままだったし、はい、自分の思い通りにならんと嫌だみたいな感じだったじゃん。あ、わかりますよ、うん、だってトモ君と俺ともう一人よく一緒に遊んでたやつとかがおって、3人でよく遊んでたじゃないですか、うん、でも
ともくんなしで遊んだりもする、うん、ってなったのを別日にともくんの前で話したりとかして、ともくん、え、呼んでよってなる時あるじゃないですか、うんうん、あの時も完全に沸点達してますもんね、沸点、寂しさも沸点達してるね、なんで呼んでくれみたいな、テンションの落ち具合やばいですもん、うん、なんで呼んでくれみたいな感じになってなっとったなっとったでも、うん、あれはあのもうともくんとも仲良くなってるから、うん、結構ね可愛い分類だったっすだから俺はあえて言ったりしてました、うん、あ、なるほどねはいはいはい、あとまあふーんってなるよね、もう今そうですね、なんだっていう、うんうんうん、鍵の話から怒りの話までつなげれますね、本当ね、うん、しかもちょうど5分ぐらい分からん、適当何分から始めたのかも分からん雑すぎるでしょ、でももう紅茶の話結構忘れてるからねそうですね、俺も覚えてねえすなんか最近で一番イラついたのなんすか、最近で一番イラついたの、はい、最近で一番イラついたのか、犬いるじゃない、はい、でドアがガタンとか、はい、階段の足音とかで吠えるの、その預かってる犬が、はい、それでっていうのを親に吠えるからねみたいなのを言ってるじゃん、はい、なのにそれをやってくるみたいなさ、あーなるほど、必要以上にやってくる吠えるぞって言っとるのに言っとるのに、うん、そのバタンとかいいんだよ生活、俺時間が違うからさ、はいはい、家族と全然いいんだけど、うん、俺に用事があって来る時とかに、いや犬吠えるの分かっとるじゃんっていう感じ、はい、だから後でいいじゃんみたいな、うんうん、起きとる時間とかで、うんうん、で大抵後でいいじゃんその話っていう話なのよ、はい、うん、それはね、まあ、結構寝起き不機嫌だったりするじゃん、はいはいはい、分かりますよ、不機嫌っていうよりかテンションが下がっとるじゃん、うんうん、だから怒っとるように見えるというか、うん、めちゃくちゃムカついたそれはうるせえっつった気がするなかなかないよ、もう35なのにさ、そうですね、お母さんにうるせえって、うん、普段はそんなこと言わんよ全然、うんうんうん、仲いいし、はい、あれはほんとムカ、寝とるときはほんとムカつくねあ、寝とるときか、うん、俺ねあんまマジで寝起きそんな悪くないんすよ、ケースキーあんま悪くないね、割とこのテンションだもん、ね、そうです、もう起きた時からこの感じ、うんうん、ただちょっとうずむしって最初なってるけど、うん、ちょっと会話してたらもうこれになるみたいな、なるなる、うん、感じなんで、そんなイラつくことはないですけど、うん、俺はね昨日なんですけど本当リアルタイムじゃん、はい、うん、トイレ3階と2階とあって、うんうん、僕3階で過ごしてるんで、うん、夜起きてトイレ行って、うん、用足して拭こうと思ったら、うんうん、ペーパーがなくて、うん、でペーパーをなくしたやつが、うん、まあ、これお母さんなんですけど結果、うんうん、ロール取って詰め替えとけよって思うんですよ、うんうんうん、だけどロールだけ取って空っぽで閉じてあるの見つけちゃって、うん、いやいやこれ今年マックスです、わかるわかる、コンビニとかさ、はい、まあ、飲食店もそうだけどさ、はい、置いてあるじゃんストックは、うん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 、んでペーパーホルダーが空で、はい、その置いてあるのを使ってある時とか、ね、あれ何あれ、ね、さガサンってやるだけじゃんみたいな、うん、確かに昔のタイプとかだとさ芯をさ取ってさ、はいはいはい、芯入れてガジャンってホルダーに戻すやつとか、うんうんうん、めんどくさいやつね、確かにめんどくさいなって思う時はあるよ、うん、はい、あるけど今のなんかでよっぽどさもう上下にガジャンってはめるとかさ、うんうんうん、そんな感じじゃん、あれイラつくね、あれめっちゃイラ、で多分ですけど潔癖ぶってるやつがそれやってるんですよ、そこのとこ触りたくないとか、いやいやいや、お前もうみんなが使ってるトイレの入り口触った時点で、ね中途半端な潔癖出すなってなるんですよ、わかるわかる、潔癖症の人って俺もそうだけどさ、はい、自分ルールだもんね、なんていうの、俺ドアノブ結構苦手じゃんね、あ、はいはいはい、苦手だけど部屋汚ねえじゃん、なんか潔癖っていう感じになるじゃん、うん、人が飲んだストローダメとか、はい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 、なるじゃん、うん、結局潔癖の人はどこがかしこも綺麗じゃなくて自分が気になる、うん、自分ルールで潔癖じゃないですか、はいはいはい、で俺思うんすけど、うん、本当に潔癖だったら部屋掃除できないと思うんすよ、あ本気のね、そう触りたくないから、うん、だから本当の潔癖の人は助手みたいな人に掃除してもらっていないと、うんうん、できないから、なんか俺潔癖なんすよっていうやつ、うん、
ふんって思います。あのともくんとかは知ってるからあれですよ、なんか初めて会った時にもう僕潔癖症でみたいな、でよくある潔癖が言いがちなこと言い出すでしょ、まだそれ言っとるってなりません。臭いんくてよくないみたいな、ね、そう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 。あでもあでもちょっとイラッとしたのは、はい、潔癖でね、はい、鍋食べれませんみたいなさ。はいるねいるね、はっていうさ、うんうんうん、鍋に人の箸が入るからみたいなさ、はいはいはい、鍋食べれませんみたいな、じゃあもうお前の分一個のちっちゃい鍋で作ってやるわっていう感じになるし。、うん、いや言っても俺も潔癖気味というか、あまあね、うん、気にしいなだけで、でも全然平気なんですよ、うん、食べれる、そうそう潔癖まで言ってない、気にしいなね、うんうんうん、気になるだけで全然食えるし、うんでじゃあ鍋やるって言っとるのにお前来んなってなりますよね。あー分かる分かる、うん、あとこれ本当は申し訳ないんですけど、はい、握手がマジで苦手で、あともくんですか、うん、あーそうなんだ、なんかねでも俺気弱いもんだいさ、はい、おかめんの方にさ握手してくださいって言われてさ、はい、するのよ、はいはい、だけど毎回ちょっとってなる。誰でもね、誰でもそれは、その人を選んでないよ。はいはいはい、誰でもってなる。そういう性格っていうことですよね。うん、なので、うん、ここで公表しとこうかな。握手できます。そうですね、うん。握手はちょっと。ちょっとっていう。いやでも俺これファン心理で思うんですけど、うん、本当にトモくんのファンだったら、トモくんに触れたいと思うんですよ。だから、うん、トモくん見つけて、写真撮りたいとかさ、あと喋りたいとかより、うん、この大好きなトモくんに会えたから、うん、トモくんにちょっと触れたいみたいな、うわないわそれ、分からん俺は、俺ねそっちなんですよね、だから俺安室奈美恵さんに会ったら写メより握手ですもん、なんで握手を求めてくるのかなっていうのをすげえ思う俺は、俺はこの考えなんで、多分そういうことだよね、そうだからもうするんすけど、うん、僕手汗やばいんですよ。あ、はい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 、だからねその時、うん、ごめんなさいねってなりながら、うんうん、いや俺もそうだよ、ごめんなさいねの気持ちで、こっちが俺の手締めてて、加害妄想みたいな感じだよね、うん、って言ったら、そうそうそう、うん、嫌がられるかなっていうなみたいなね、わ、うん、かるわかる、だからもう握手求められたらちょっと手汗がっつって、うん、拭いてからやるようにはしてます。あ、やるんだ、うん、やりますやります。俺はもうちょっとここで言っとくわ、この多分オカメの本当 俺らのことを好きな人しか聞いてないじゃん、うんうん、はい、うん、だから多分握手求めてくる人もそういう人だと思うからさ、はい、ごめんなさいけど握手できません。そうですね、気になっちゃうからね、あなたが悪いんじゃないんです、僕が悪いんですっていう。、はい、だけど握手がちょっとすいませんっていう。まあ今ね特にそのコロナとかでね、はい、握手はちょっとね、まあ、そうだね、あの濃厚接触に、ね、うん、なりますからね、はい、はい、いやすげえアルコールかけてっていう。俺めちゃくちゃ笑ったんですけど、ツイッターだかなんかね、うん、配達員の人が、うん、このコロナがね、うん、ある方が亡くなって、うん、ね、あの有名なってなった途端急にみんなコロナ自粛ムード、ね、便乗しだしたじゃないですか、うん、でってなったと、うん、その人がつぶやいてたんですよ、うん、で見てたら、うん、私はそういう仕事をしてると、うん、で配達物を届けに行ったら、うん、ひどいことされたっつって、うん、ってなるじゃないですか、うん、そしたらね、あのピンポンって押すでしょ、うん、そしたらガチャっておばはんが出てきて、うん、そしたら見るなり、うん、アルコール除菌のスプレーを、うん、バシャ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 ってかけられて、お前なんで防護服着てねえだみたいな。すごいね。って言われたと。いやこれあの仕事でいやいや僕も着てるのに、うん、そんな仕打ちありますかみたいな、うんうん、っていう記事を読んで、いやひどいなと思ったんですけど、うん、いや面白いなと思ってなんでそんな風になれるっていう、ね、そのおばさんも ね, ね、そうそう、そのおばさんがですよ、うん、あ、うん、じゃああとさ、新幹線のやつ知らない、今東京とかでさ、はい、キャリー持って新幹線とか乗ろうとすると、マスク売ってるやつ、あ、じゃあ、全然知らんおじさんとかに、はい、どこ行くのとか聞かれるっつって、大丈夫みたいな、そうなっちゃうんだよね、うん、マスクしろやとかもそうだけどさ、うん、ケスケ言ってた、
その人はマスクじゃないですよ、全身防護服着ろって。だとしたらですよ、その人は守られてるけど防護服で、うん、それで、ね、外側には菌がついてるわけでしょ、はい、それで渡されたおばちゃんは自分も防護服してないと意味ないじゃないですか、うんね、その配達員の人に防護服着ろって言っても、お前はいって言われたらおしまいですよね、うん、本当に。それを見て俺、そこまで考えてツッコミが出てきちゃって、いいね押してリツイートしちゃおうかなと思って思ったぐらいです。僕あの俺らこういうのあんま触れてこないじゃないですか、うん、その今話題のどこだとか、でもそればかりはねちょっとツイートしちゃいそうになりましたね。なんかねあの分かるんだよ、その世間がそうなってきたからなってくるっていうのも分かるんだけどさ、そこまで過敏になって、まあなってこそか今だったら、ね、そうそう、まあ、ならないといけないんですけど、ただただ遊んでるだけじゃない人が多いんで、そうだね、うん、それこそね遊んでるようなやつらは言ってやってもいいと思いますよ、ダメだぞっつって。だって俺の知り合いのさ、まあ、今みんな仕事ないって言ってる状況じゃん、はい、俺の知り合いの運送会社の社長さんとかさ、めちゃくちゃ忙しいっつってるから、ね、あ、そうなんだ、うん、わ命張って仕事してんだなって思うもん。あと最近ちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、泣いたことあります？俺ねマジで全然泣かないタイプなんですよ。あ、まあそうだね、でもともくんってこのその病気うつになった後ぐらいからかな、その前からかたまに涙活っつって、あ、最近っていうかここ30過ぎたぐらいからね、うんうんうん、ってやってたじゃないですか、うん、俺その涙活もできないぐらい涙出ないんですよ。いや俺もそうだったよ本当に。でともくんにこの話、うん、昔からよくすると、うん、年取ってきたりとかして、うん、いろいろ分かると変わるよみたいな、うんうん、って言うじゃないですか、うん、俺最近分かったっす、その感じ、うんうん、あの来たっすあのね、これも何気ないツイッターの記事で、海外の医療機関で働いてるお父さんが家に帰ってくるんですよ、うん、でそれをお母さんが多分撮ってて、うん、でちっちゃい子供がパパっつっておかえりってハグしに行くんですけど、うん、お父さんはいつもの感じでハッて行きたくなるんだけど、うんうんうん、その病院で働いてるから、うん、移しちゃいけないから、もし万が一の時に、うんうんうん、ハグができないみたいな、その駆け寄ってくる子供にノーノーノーって言って、うん、子供が早いみたいな顔する、うん、っていうのを見てお父さんも泣き崩れるんですよ、うん、っていう動画なんですけど、うん、泣いたっす俺。あ、ちょっともう聞いただけでちょっと、ね、やばいっすよね、うん、あ、こういうことかってなって、だからケイスケもその人に気持ちに、うん、まあ、今までも寄り添ってたと思うけど、よりなんかグッと分かるようになったというか、はい、そうっすね、うん、俺だって、これ何回も言ってるけど、星が綺麗とか、はい、そういうのなかったからね。あ、マジですか、うん、秋のさ澄んだ空気の時の星がすごい綺麗とかさ、うんうん、夕焼けがめちゃくちゃ綺麗とかさ、うんうん、春のあの菜の花が綺麗とか、うん、何一つなかったからね。感情が欠落してますね。綺麗っていうなんて言ったらいいのかな。綺麗3文字で終わるそう、だから感動とまではいかないみたいな。そう、それが感じられるようになったね。あ、なりましたか。僕もねそっち派なんですよ、どちらかというと。ただロマンチストなんで、うんうん、想像してそこのそういう風景で、うん、自分がこうしたら感動するだろうな。あ、そうそうそう、それはあったじゃん、うん、ずっと、うんうん、だからもうフリーじゃなくなってきたっていうかさ、本気で、うん、いろんな感情がわーってなる感じになるってことですか、うん、俺まだならないな、そこは。なんかね来るもんがある。あ、でも、うん、俺一人でそういうの見に行ったりとかするんですよ、うんうんうん、その時に、うん、無理やり入り込もうとする時はあるんですけど、その時は酔えますね。マジで酔えますね。あ、でもね、本当それを味わってから、ちょっとデザインとかそういうのにが変わってきた気がする。はい、明るくなったってことですか。うんとね、豊富になったっていうかイメージが。ちょっと薄っぺらいデザインじゃなくなったかなっていう。なんていうのかな。まあ、誰でも作れるっつったらあれだけど、はい、ちょっと深くなった気がする、自分の中でだよ、うん、まあまあ別に今ものデザインも誰でも作れるんだけどさ、いやそんなことないですよ、めちゃめちゃいいデザイン。いや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 、まあ作ろうと思えば作れる。ああ、はい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 。だけど、それがねより薄っぺらかったのよ。ほう、なんかねそういう感
やっぱ感性だからさ、そういうデザインって、まあ、そういうのが研ぎ澄まされるともうちょっと深みが増したのかなってちょっと思う。そう、なんかそのトモ君のデザインの話で言うと、トモ君デザイン作った時に、まあ、結構遊びで俺のロゴ作ってくれたりとかしてくれた時に、その作ったイメージでこれはこうしたのはこういうのがあってって、なんかこうちょっとストーリーがあるじゃないですか。俺全然薄っぺらいなとは思わなかったですけどね。なんかストーリーをつけるとね、なかなかやれんだよね。あ、そうなんだ。逆にやりづらくなる。そう、もうこれではいこういうやつよしみたいなのだとちょっと難しい。あ、そうなんだ。だから俺ね、そのそういう意図でこういう風にやったんだよみたいなの話聞くの俺好きだったんで、だからより好きな、うん、デザインうんちくじじいみたいな感じ。そう、本当にうんちくじじいだったんですよ。おらんかなって思ってました。よりますよ、よります。俺あの話すげえ好きなんで。すげえ一つのデザインに対して3時間ぐらい喋る。ただ俺デザインのことあんま分からんもんで、へえって。じゃあ、いい、面白いですよ、うん、もう吸収して他では喋ってますよ、その通り。ぜひぜひ、俺のことかのように。ぜひぜひ。言っとくけど俺のことだよな全部。あのね、昔ドライブとかしてる時に、俺がね、僕あのインディーズバンドとかばっか聞いてたんですよ、ね、でそんないろんなジャンル聞いてなくて、トモ君まだいろんな音楽聞いてて、ヒップホップとか、四つ打ちとかいろいろ教えてもらってたじゃないですか。でその時に俺覚えてるのがね、車の中で M フローが流れて、M フローのレッドゴー、レッドゴーね、はい、あ、この曲知ってますよっつって、M フロー有名ですもんねみたいなこと、いやこれって何がすごいかってつって、トモ君が言ってくれたじゃないですか。あと普通ヒップホップラップやるときってビートがあって、そう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 、ドラム音とかね、そういうのがあってラップするから、でもあの歌はドラムとかなくてピアノ一本だから、あのめちゃめちゃレコーディングするとめちゃめちゃリズムが取りにくいと、だけどあんなに綺麗にラップを乗せれるのはすごいな、当時ね、はすごいなっていう話をしてるのね、はい、それ聞いてから俺ね、3日間で400回ぐらい言ってます。いろんなところで。でも俺1000回ぐらい言ってる。めちゃくちゃ言ったなそれ。俺マジで、あの曲と中田ヤスタかね。あ、そう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 、まあ、相当言ったね。言ってましたね。いや懐かしいな。でも M フローのあの曲は本当にすごいと思う。そうだって、これみんなに言うと、本当だ気づかんかったみたいな感じになる。まあ、ピアノでも伴奏が入るからさ、このビートみたいな感じでリズムは取れるんだけどさ、でもドラムが入ってないとよっぽど結構難しい。やってみるとね、キックだけじゃさ分からんじゃんね、あんまり。自分がそのレコーディングを体験してラップっていうものをやってないとちょっと分からんと思うけど、あれは難しいよ、すごいって思う。いやマジでね、これ気持ちいいんすよ。みんな、あ、本当だってなるし、すぐ聴かせれるし、いい曲だし。なんかだから最近さ、トラップっていうヒップホップの中のジャンルがある。それ結構変速ビートでさ、あれにラップ当てはめれるのすごいなって思う。それを言いますね。まあ最近っていうか、もうここ 2,3 年だけどさ、トラップは。はいはいはい。でもすごいなって。ね、マジで終わらんすよこの話。そうっすね、もう30分以上経ってますからね。経ってますね、まあだから今度からはまた、でも次もまだ分からんすけど。そうだね、まあ好きなものの話やりたいからね。ああ、やりたいっすね、それこそキムタクの話も入れて、ルーレットで。あ、そうだね、でもキムタクの話5分じゃ終わらんもんね。あ、じゃあキムタクの時はキムタク会、キムタクが出たらそこから2時間になると思う。ある意味当たり。そうですね。俺その間ずっと黙って聞いておきます、ね。そうだね、プレゼンを受けるみたいな感じで。うんって言うと。了解です。わかりました。でもさ、なんか難しいよね、好きなものの話をするのってさ。あ、難しい。それで見たくなってくれればいいけどさ、例えばこういうドラマがあってとか、ここのポイントがすごいんすよみたいなのがあればいいけど、俺共通のさ、ケイスケの友達は俺の後輩のさ、みたいにさ、もう全部言っちゃってさ、なおかつ話もつまらんじゃん。今度ゲストに呼ぶけどさ、サブちゃんのね、空っぽラジオの初ゲストそいつにするんでさ、うちのバンドのギターです。そうそう。ずーっと喋っとってくれる。そう、ずーっと喋っとってくれる、だから最近おすすめの映画あるとか、あ、そいつ映画好きなんでね。そうそうそう。で俺もなんか映画見たいなと思って、おすすめの映画あるって聞くともう終わりです、終わり終わり終わりだよ、終わり。で、あいつ自分が眠たい時、もうすぐ帰らそうとするじゃないですか。なのにその映画の話に熱入って、俺もうめちゃくちゃ眠たいから帰りたいのに、何回も家の周りぐるぐる回って映画の話終わるまでずっと喋ってるんですよ。もういいわ、ちょっと遠く行こうってなる。
かったこっちも諦めるねって可愛いっすよ ね, ねでも最近ねなんか歴史系あんまりスポットが当たらない歴史のすごい重要人物みたいな、はいはいはい、チャンネルがあるらしいだよ YouTube に、はい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 、それを聞いとるらしくてそれをすげえ説明してくれるちょっと上手くなっとったあそうなんだ、うん、じゃあ多分ですよ、うん、それは、うん YouTuber でしょ、うん、が説明してるのをそのまま喋ってるじゃないですか、うん、だからなんですよあなるほどね自分で見た映画をその人みたいに喋ろうと思ったら、うんいつものあいつですよ。あなるほどね。だからその YouTuber のままなんですよ、きっと。ちょっと面白くなっとるやんと思って。うまく喋れるようになっとるやんと思ったもん。だから段取り通りなんでしょうね、見た時の。映画と一緒なんですよ、だから。あ、そうか、そうか。オープニングから全部言うでしょ。起承転結があるわけ、ね。そう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 、うん。それをちゃんとまとめた人のを喋ってるから。なんかね、徳川家に代々仕えた、はい、処刑人、はい、処刑人っていうか、切腹するとさ首落とすじゃん、はい、あれの首を落とす人の話をしてくれたんだけどさほうめちゃめちゃ興味あるじゃないですかめちゃめちゃ面白かった山田なんだったっけなちょっと忘れたけどまあ聞いてそいつにそうっすね、うん、そいつが全部話してくれる全部話してくれる本当に上手くなったかちょっと見てきますわ、うん、なんか首の皮一枚っていう言葉あるじゃん、はい、それはそっから来てて、はい、首をスパンって跳ねちゃうと、はいゴロゴロゴロって転がってくじゃん、うん、あの転がってくのはちょっと悪いっていうかあんまり良くない美しくないあスパンって切ったらタランって垂れるぐらい、はい、ポトって落ちるっていうぐらいが綺麗はい作法としてそうそうされとったよね、うん、なので首の皮1枚残して切るっていう、うん、難しそうそれをねすごい徳川家に代々伝えと使えとった処刑代行人みたいなほうほうほう の人の話なんだ、今その説明してるトモくんめちゃくちゃ下手くそだったっすゲストに呼んでいやいやだったらそいつじゃなくて、うん、その本家を呼びたいですよねえ、うん、それで言うと、うん、今の首の皮一枚っていううんちくすごいいいじゃないですか、うんうん、岐阜県のうん、ってわかります鳥、うん、鵜飼とかの、うんうんうん、のうあれって魚を捕まえるじゃないですか、うんうんうん、食べてでうなぎってあるじゃないですか、うんうん、岐阜県でも有名じゃないですか、うんうん、うなぎ、うんうん、でうなぎってなんでうなぎっていうか知ってますか、うん、知らない知らないあれうが口に含んだ時うん、も難儀するっていう意味でうも難儀する魚でうなぎなんですよ、うんって言われてるんですってへーすごいね その時一緒に行ってた、うん、僕の店の店長さんがそれ言ってくれて、うん、教えてくれてすごいなっつってあーそうすごいで俺も、こっちの地方、うん、豊橋でもうなぎって有名で豊橋有名だね、うん、で別品っていう言葉あるじゃないですか、はいはいはい、別品さん、うん、あれもそこから生まれた言葉だっつって、うん、それがなんでかっていうと、うん、うなぎの黒い部分って、うん、あれ日焼けなんだと、うんうんうん、で本当に日に当たってないうなぎはもう白いんだと、うんうんうん、稚魚白いもんね、そうそうそう、だから、うん、その白い姿が綺麗だと、うん、でそれで綺麗なうなぎ、うん、それを別品って言うと、うんうんうん、で肌の白い綺麗な女の人もそれに当てて、うん、別品さんって呼ぶようになったみたいな、うん、うんちくもあって、うん、うなぎだけでこんなにあるんだっつって、うんうんうん、ってなった時に俺思ったんですよ、ね、別品さんべっぴんさん一つ飛ばしてちょ飛ばしたらあかんがなじゃなくてで、うん、すっぴんってあるじゃないですか、うんうんうん、すっぴんって、うん、素でもべっぴんなんすよ、うんうん、だからギャルとかがね、うん、品のないギャルとかと遊んどったりとかするとさ、うん、私すっぴんブスだもんみたいな言うじゃないですか、うん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 、いやいやいやすっぴんっていう中に美人が入ってるんですよ、うん、素でも別品が、うん、すっぴんがブスだもんってお前のすっぴんがすっぴんじゃないんだと、うんうんうん、素だもんねそうすっブスなのでもこんなことを言ったらあれだから言えなくて、うん、なんて言おうと思って、うん、いやお前ケバくてもブスだよって言ったんですよだから略してケバブって呼んでますそれいいねあんま浸透してないから、うん、あいつケバブだなって言える、うん、なるほどねこんなひどいこと言っていいかな、うん、あでも俺らクラブの時は、はい、ブスかわいいねっつってたブスかわいい、うん、
どういう、あ、ブサカワと同じジャンルですか、うん、ブスカワいいっす。どういうこと、ブスです。だけどなんか可愛いをつけてあげると、はい、言えんじゃん本人に。はいはいはい、あれだね、あのいい意味でと同じ使い方ですね。ブス可愛いから可愛い引いた感じとも言っとった。ブスやん。ブサカワはさ、あの、はい、ブサイクで可愛いじゃん、うんうんうん、ブスカワはブスなのよ。カワどこ行った。ブスカワのカワどこ行った。おまけ取ってつけた可愛いな。それは別にあの俺も言ってたよ、俺0点の顔で言うけどっていう。いいっすね。0点の顔で言うけどブスカワいいねっつって言っとったよ。でもやっぱこのブスっていう言葉のせいで、うん、うわって思うかもしれないですけど、うん、俺らってそんな悪意込めてブスって言わないじゃないですか。言わないね、言わないね。だからもう俺なんか言わないからね、うんうんうん、もう今はそのクラブの時代とかはさ、なんか冗談で言ったりするけど。はい、俺あの彼女とかにもブスって言いますもん、親しみを込めて。で実際本当のブスには言わない、まあ、言えない、うん、言えない、うん、分かる分かる、うん、でもそういう子に限ってめちゃめちゃノリ良かったりするじゃないですか、うん、なんかすみませんこんな顔でとかって言って、あ、そうだ、あのコンパとかで、あの自分の分かってるよね。そう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 、うん、そういう子はね俺も好きになっちゃうんですよ。ちょっと分かるね。でなんかあのいやいやいやとかやってる、喋ってると、うん、俺の連れとかが可愛い子が好きで、うん、その可愛い子にばっか喋るんですよ、うん、そうするとその、ね、ぶちゃいくな子が、うん、そいつにもうなんでお前そいつとばっか喋っとるのみたいな感じで入ってくるんですよ、うん、でわってお前じゃねえだわって言ってたら、うん、その可愛い子の横には私みたいなのがいますとか言って、うん、こいつどう面白いなの、分かっとんなーっていう感じだよね。それ面白い、うん、そのことは今でも遊びますからね。あ、いいね、仲良くなって、うん、なんかさ、ケースケと、そう、カラポラジオの時に話そうかなと思ってた、今思い出したわ、はい、悪口を言うんだけど、まあ、さっきのブスって言うんだけど、はい、それに何かをつけるとその悪口が、シャットダウンされて中和されるみたいな。例えばすげえおばあさんとかに、はい、嫌味とか言ってくる、はい、うるせえなババア長生きしろよみたいな。あ、いい言葉で相対するんだ。そうそうそう。っていう言葉を作ろうみたいな。こういうシチュエーションの時はこう言ってからこれ言うと中和されますよみたいなの企画やろうみたいな。いい、ね、めちゃくちゃいい。年寄りには長生きしろよのね、うん、そうそうそう、すごくいいね、うん、結構中和されると思う、ね、されるされる、分からんよ、言ったことないで、うんうん、本当に言ってどういう反応するか見たことないもんで分からんよ。びっくりするでしょうね。そんな言う、あ、なんか感情がなんかさ、もてあそばれてる。ショックで死ぬかもしれんや。動きすぎて。そんなんで死なんす、うん、そんなんで死なんす。やっぱね、うん、言いづらい人に言えるやつがいいですよね。例えばさ、例えばだよ、はい、前の笑い方うるせえなに続く何みたいな。はい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 、うん、個性的でオンリーワンだぞみたいな。あ、前の笑い方うるせえな、個性的でお前しかおらんぞみたいな感じ。そうそうそう、そう。でもちょっと違うな、うん、まあ言いづらい、うん、親とかって言いづらいですよね。親はやっぱその思春期の頃の反抗期というか、そう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 、うん、だあれって言いたいけど恥ずかしくて言えなくてみたいな、うんうん、あ、だから世の中の反抗期撲滅運動としてこれを、うんうんうん、プロジェクトを、はい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 、進めてこう。なんか反抗期のことが子が言いそうな、親に言いそうな、うーん、でもうるせえババアもそうか、うんうんうん、うん、そうそうそう、長生きしろよ。長生きしろよと、うんうん、まあ最強なのはいつもありがとうですよね。部屋入ってくんな、部屋入ってくんな、うん、足が汚れるで。いいっすね、めちゃくちゃいい。おい、部屋入ってくんな、足汚れるぞ。めちゃくちゃいい。いいよね、いいね、いいね、いいね。なんかあと親で言うと、しつこい質問とかもイラッとするじゃないですか。あ、そうだね、あんた今日何食べるとか、うんうんうん、とか言われた時に言い返す、うるせえな、うん、あ、飯いらんわ、食費かかるで。どうすんの。そしたらでも何か食べるといけないですよ。そう、そうだね、そうだね、なんかちょっと違ったね。何でもいいわ、うめえで。ああ、それいい、それいい。何でもいいわ、全部うめえで。そうそうそう、それいいわ、うん。
おーってなりますよね。でも態度は怒ってるんですよ。ああ、はあ、分かった。つったつって。あ、じゃあツナ缶つってね。うめえわつって。マヨいるとか、うん。いる。ありがとう。それいいね。ね、いいですね。中和するよね。こういうのこういうのいろいろ考えていくコーナーもありですね。そう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 。うん、生まれた。生まれたね。うん、トム君。うん、投げっす。ね、もう40分以上経ってるからね。ということで、はい、終わりますか。そうですね。あれやるんだよね、はい、最初の。いや、これでおしまいというか、あ、これから随時ね、うん、この動画の空っぽラジオのコメント欄でトークテーマを募集しておりますので、もういいわってなったら言う、うんうんうん、もういいわって、もういいわあとこのなんていうんですかね、テーマ今日みたいにお茶とか、うん、鍵とかでもいいし、あ、そうそうそう、だから これについてみたいな長いやつでもいいし、うんうん、そう、自分が今こんなことあったんだけど、あ、そうそう、エピソードも添えてね、二人ならどうですかみたいなとかも、あ、いいね、はい、うん、お待ちしておりますので、はい、じゃあ終わりますか。はい、はい、本日生まれた原石の なんだっけ、好奇心の原石の年子です、言ってない、言ってるね、磨くのはあなたみたいな。あれいいなと思ってさ。あ、じゃあそういう系のも考えましょう。あ、そうだね、空っぽラジオで考えていきましょう。じゃあ、あの最初のやつでいきます、はいはい、空っぽレイディオ。ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみね。ではまた後ほど。